吉本プラモデル部チャーリーこと黒金板垣です。今回僕はこちらですね、こちらガイアノーツさん、そう、この T シャツ作ってくれたガイアノーツさんから出てる、この青き鋼のアルペジオのルミナスグリーン、この蛍光塗料の方をちょっと紹介したいと思いますね。こちら、蛍光塗料なんで、ブラックライトに当てれば光るんですね。以前これ使ったら、結構光ったんで、ちょっとびっくりしたんで、ちょっと感動してるんで、紹介したいと思います。まずじゃあ、こちらの紙にこの塗料を一回塗ってみたいと思いますね。よいしょと。で、ちょっとこれ以前使ったんで、ちょっと途中なんですけど、すいません、使わせていただきます。そうですね、普通にこう塗っても、ちょっとクリアグリーンに近いんですよね。クリアグリーンに近いんですけど、ちょっとムラができちゃいました、はい、結構薄めのグリーンなんですね。このまま使っても、このまま使ってもグリーンなんですけど、まあ、こちら蛍光塗料なんでブラックライト当てるとしっかり光ります。じゃあこちらの色ですけど、で実際にブラックライトで光らせてみたいと思います。じゃあ消します。スイッチオン。はい、これちゃんと光るんですよ、ブラックライトで緑色に。いや、これもう僕すごいと思いましたね。で、反対、あ、なんか裏側の方がすごい綺麗に光るような気がしますね。いやー、ちゃんと光るんで、ガイアノーツさんすごいですね。で、僕が作ったガンプラこちらですね。こちら劇場版機動戦士ガンダム00に出てきた、この終盤に出てきたダブルオークアンタの最終形態っていうんですかね、このダブルオークアンタクアンタムバーストですね。クアンタムバーストがこの GN 粒子を、まあ、なもう光が全体包むんで、それ再現したいなって思って、でこちらの塗料を使わせていただきました。でちゃんとこちらも光るんで、ちょっと試してみたいと思いますね。じゃ実際につけてみたいと思います。スイッチオン。ほら光るんですよ、ちゃんと光るんですよね。え、劇中のこんな感じに光ったの一瞬だけですけど、僕このシーンが一番好きですね。はい、ちゃんと胸のパーツもこれ初めて自分で自作して作ったんですけど、結構楽しかったですね。はい、ちゃんと光らせるのにはこちらブラックライトが必要なんですけど、まあそれ差し引いても全然すっごいもう緑色に光るんで、ぜひ皆さんこちらルミナスグリーン買ってみてください。以上、吉本プラモデル部チャーリーでした。